お、梅田先生、おはようございます。あ、ア先生、おはようございます。はい。はい、今日、参加していただきまして、ありがとうございます。こちらこそ、よろしくお願いします。はい。まあ、多分、皆さん、ご存知だと思うんですけど、梅田先生は、今、あの、侍会話で、えー、日本語の先生として、皆さん、あの、学生さんに会話を教えるっていうことですよね。 はい。で、あの今日少しだけで、まあ、インタビューの感じ、あの、はい、もう、なんていうかな、長く、こう、うん、サムライ会話で会話を教えていると思うんですけど、少しだけ、こう、やっていく中で、こう、少しだけ、こう、梅田先生からの感想をこう聞かせてください。あはい、わかりました。えっと、はい、私は去年の9月から、 えっと、教師させていただいているので、もうすぐ1年になりますかね。はい、はい。いや、ここで本当に <laughs> すごくいろんなことを学んだと思いますよ。はい。はい、例えば授業の中で、どんな話し方をすれば相手は分かりやすいかなとか、そう、面白いかなって思うとか、あと、そうですね、日本語のレベルって各生徒さんで違いますよね。はい。そう ちょっとまだうまく話せない人もいるし、もう本当になんか日本人みたいに話せる人もいるんですけど、はい。スポットさんによって、あの、なんだろう、私が話すスピードとか、発音をはっきり言うとか、うん、いろいろ分けないといけないので、そこが大変なんですけど、まあ、あ<ー>いろいろ学んでいきましたね。あはい。<laughs> はい、ありがとうございます。で、まあ、うーんその学生さんと会話の授業をやるときに、 あの感想はどうですかあベトナムの学生さんですか、ええね、ベトナム人の学生さんはそう、ね、結構話しやすくて明るい性格の人が多くて結構積極的に私に対して自分で考えて話してくれる人も多いのであの、まあ、ほとんどの場合授業をやってて本当に私楽しいです心から。 はい、はい、ありがとうございます。で、じ例えば授業以外、あのま従、あ、業終わった後、こう何、うん、て言うか、積極的に梅田先生と連絡して、えー、先生。これはどういう意味ですか？とかそういうことがありますか？時々ありますね。うんうん、あの私授業の中でよくあの生徒さんと facebook とかザロとか交換して、うん、で、うんうん、あのもし皆さんがいつも。 なんか普段の生活で日本語の質問があったら先生に聞いていいですよって言ってるんですけど、えー、そう言ったら結構本当に積極的に、まあ、文法の質問とかこ <laughs> ういう時なんて言ったらいいですかって言ってくれる人も多いです。ええー。れしいです。あれ,あれ梅田先生もザロ知ってるんですかあ、ザロ普通にはい使ってますよ。<laughs> <laughs> 友達30人くらいですけどそうそう。えーはい すごい。まあ<う>日本人だったらやっぱり LINE 使ってるんですよね。そうですね。LINE、うん、が多いです。はい、そうですね。ちょっと答えが長くなってしまうんですけどいいですか。ええ大丈夫です。<laughs> <laughs> はい。まず一番あこの人上手くなってるなってわかりやすいのが日本語の初級者の人。うんうんうん。そうそうそう。 JLPT を受けたことがない人もあの時々いてその人って例えば第1回の授業だったら、うん、あの私がすごくゆっくりはっきり話しても「え先生もう1回いいですか?」ってちょっとわからない人も多いんですね。えー、そうでもあの <laughs> 第10回とか第20回とかあのクラスをたくさんやったら私が少し早く発音して話しても「ああ分かりました」<laughs> 分かってくれる人が多いので、その時私本当に嬉しいです。あの各生徒によっても話すスピードや使う単語の難しさを、えー、調整してるし、うん、最近この人ちょっと日本語の会話上手くなったなって思ったら少しだけスピードを上げたりしてます。えー、じゃあこれから、はいえー、学生さんに何かメッセージとかありますか？そうですね、はい、えっ、ー、と一つ。 ちょっとこれ、わ、えー、か,からない人もいるかもしれないあの、インプットとアウトプットって言葉があります。インプットっていうのはあの勉強の仕方で、例えば教科書を読むとか、なんか授業で先生の話を聞くとかそう、頭の中に入れる勉強の仕方なんですけど、えー、もう一つ、アウトプットありますね。はい、一回勉強したことを自分で 実際の生活で使ってみるとかそうであるんですけど私たちは授業の中であのえっと先生の例文を読んだりとか新しいことを覚えたりとか先生の言うことを聞いたりで授業でインプットはたくさんできるんですけどそうただアウトプットの部分はあの何かな自分の生活とかで 他の日本人とと積極的に話したりとかあと自分が覚えた日本語を他のベトナム人に説明して教えてみるとかそう,そういうことをアウトプットを積極的にやった人が一番効果的に日本語をまあ得られると思うので是非授業で覚えたことを自分の生活で使ってほしいです私はそう思います。 はい、上田先生ありがとうございます。皆さんどうですか。<や>あの上田先生の授業で勉強したいですか。もし、えー、勉強したいならぜひぜひあのサムライ会話で、えー、会いましょう。はい、皆さん待ってます。うん